おはようございます。和眼瀬の影庵です。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。昨日に引き続き、ゲストは鈴鹿さんです。昨日はねちょっと話が途中になっちゃったんですけども、まあ、音楽というかその芝居にこう出会われてですね、そこからこう演劇をこう劇団を立ち上げていって、そこからこう、芝居とこう演劇と音楽がこう融合していくという、まあまあねそういう話やったんですけども、その辺をねちょっとこう深くねこれからちょっと、お話を伺いしていこうかなというふうに思います。で、どうでしょうかね、その辺の深さというか、はい、そのつながりのね、はい、今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。ですね、ですから、演劇芝居っていうだって、そのものなんか、みんな舞台でなんかドラマとかお話のストーリーとかってこう見てらっしゃるけれど、それだけではないんですね。そのバックには、たくさんのスタッフって裏の仕事する人たち、裏方さんですね、またそのお芝居を完成するのには照明があったり、はい、またあの音楽が入ったりいっぱいあるわけですね、はい、まあ、いろんな形ありますから必ずしも音楽使うとか、照明使うとか言って、決まっているものでもないんですけど、自由に作ればいいんですけれど、音楽をやってきた私としては、総合芸術やなっていうところに深く惹かれたんですわ。なるほど。それもあって、まあ、あの演劇を やってみようという興味を持ってで始めたんです、ですから最初の頃は音楽が、あのミュージカルっていうような形であったり、それから音楽劇とか、やっぱ音楽がどっちかいうとこうあのその全体のね、半分ぐらいは音楽の力に頼っているような、そういう作品が多かったんです。ところがね、次第にやってるうちに、内容ストーリー、そのもの、その内容自身の重みっていうのが、だんだん面白くなっていって、音楽はそれを引き立てる、だけのものっていうとあれなんですが、どっちかいうともう芝居には音楽入れない芝居っていうようなぐらいに芝居の方にこう傾いていったんです、私の気持ちが。鈴鹿さんの気持ちがそうなっていったと、だからちょっとその本当は演劇が主役やけど、まあ音楽も結構それに負けずこう存在感があったんが、だんだんその芝居だけの中身だけでこう何かをこう表現するのがこう、まあ、面白くなってきたというか、そういう感じですかね。そうですね、そういう風になってきたんですね、自分もね、それをまああの音楽、総合芸術って言われますので、演劇は、音楽もものすごい重要なんですよ、やっぱりそれは大事なんですけれど、それはその作品があって、それを引き立てるための音楽であったり、照明であったりに、背景であったりになっていったわけですわ。初めはどっちかというと、そちらに、芝居自身もそれは大切な、ストーリーも大切なんですけれども、半分ぐらいの感じだったのが、もうどっちか言うと、37か28ぐらいの割合になっていったという、だからもう完全にそのプラスアルファか、まあまあ引き立て役というか、そういうもののこう、まあ言ったらこう調味料じゃないですけど、まあ料理でいうと美味しくするための何かにこうなっていくのが音楽っていう役割になってきたと。やっぱり何でもね経験すると、経験が大事かなっていうのは とても思います、ですから経験することによって、続けることやね、続けるてると、次第に、何もできなかった自分が、だんだんいろんなことができていく、なるほど、っていうのを今体験して、今もまだずっとこう勉強することが多いなというふうに思ってますけどね。まあ言ったら年齢がいくつになってもまあ成長できていくものっていうか、逆に年齢がいけばいくほどどんどんこう深みが増すような
感じですかね。そうですね、うん、やはり体験はもう大事、うん、とても大事なことですね、うん、経験値というのはやっぱりそうですよね。ほんでそこでまたこう、まあ、100% のね、うん、ものを見せようとしてこうやっていくじゃないですか、作り上げていくじゃないですか、はいはい、ほんでそれでこうやった経験値を加えてまた次の年 100% でやっていくんで、だからどん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 こう一応その、そうですね、その人が見てどうかは分かんないですけど、そのよりいいものをってなっていくことにはなりますよね。本当、まあまあ満足する製品は別としてもね。うん、ですから何事も、うん、とにかくはあの、うん、体験してみて、うん、そこからあの進んでいって、うん、深めていって、うん、その次第に面白さっていうものが分かっていくっていうのかな。うんはい、うん、その、まあ、演劇のその面白さっていう話なんですけど、まあ、僕なんかはこう最初やった時はこう、まあ、ものすごく緊張して、でこう舞台出てその緊張したのが解き放たれますよね。それがすごく気持ちよかったんですけど、そのそれであスカッとしたっていうか、こう やりきった、ものすごい下手くそやけど一応やりきったっていう感じにこうなって、達成感みたいなんですごく心地よかって、こうちょっと満たされるというか、そういう感じになったんですけど、もう鈴鹿さんがその今言っておられるのはそういうのも、もうはもうちょっと超えてて、その内容というかね、そういうとこですよね。自分の個人的なことではなくて、今現在劇団は、うん、30年をもう迎えるようになったんですけれど、うんうんはい、この間に、うん、ほぼ1年に1作品か2作品はやってきましたので、うんうんはい、随分の数をやって、うん、私もおかげさまで感動っていうものをすごくたくさんいただけたなっていうのは思います。感動、はい、もうこれは何物にも変えられないものやと思うので、うんはい、もうぜひ皆さんにもね、うん、ぜひこうお芝居楽しんでもらいたいなっていうふうに思いますね、うんうん、はいはい、はい、それでね、うん、また立東演劇祭に戻りますけど、はい、そういう気持ちでやってる、まあ、演劇祭が ね、そうですね、こう7月の、はい、いつでしたっけ、18日ですね、日曜日の昼から、はい、午後から1時ですかね、うんうん、はい、で今ね、うん、今年の作品も、うん、脚本と演出を担当させていただいてるんです、うんうんうん、で過去もずっと割合そういう、うん、立ち位置でやってきたのも、うん、何もそれを望んでやったんではなくて、うんうん、まあ、経験の中でだんだんできるようになったいうこともあるんですけれど、うんうん、みんな役者やりたい人が多くて、いつもね裏をやらないといけない、はい、まあ、っていうかみんなに舞台に出てほしい、はい、舞台の感激を味わってほしいっていう気持ちで出てもらっていると、うん、私が裏へ回るいう形になっていくんですわ、うん、でまあそしてやって裏方をやってるうちに、うん、だんだん脚本とか、うん、演出とかいうふうになっていったというかね、はい、はでもう私ね、うん、学生時代というか学校行ってる時代、うん、子供のから作文書くの苦手でね、うん、とっても一番書くっていうことが苦手な作業だったんですよ、うん、でなんで今こんなに書いてるのかわからないんですけれどね、うんはい、まあ、教えてくれる人いたら教えてほしいな。なるほどと思いますわ、うんうん、はい、ですから、うん、やっていけば、うん、こうだんだんこう つるのあれを引っ張ればどん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 こう、うん、そこを登っていけるような感じで、うん、とにかくやっていれば、うん、何かしらこう目の前が広がっていって、うん、っていうふうなことを私は体験しています。うん、なるほど、はい、なるほどね。まあ今日も、はい、ちょっとお時間来ましたんで、はい、一旦というか今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。失礼します。